こんにちは、セラです。セです。ココです。今日はココミが食べてるのは何かなチャレンジ。イエーイ。ココミちゃんが今から何かを食べます。何かを、はい、食レポしてもらいます。2人は何を食べたか当ててもらいます。はい、じゃあ1つ目。はい、匂いがわかんないな。いただきます。はい、はいよ。ブリブリいってる。なんてなんか匂いがしてきた。サクサクしてて美味しい。三角の形してて軽い。あ、はい、とんがりコーン。ブッ。なんか匂い的には、うん、なんかオレンジっぽい。辛くない。辛くない。三角でなんか空洞みたいな、よくある味。じゃあ薄塩とかそういう系か。なんて言えばいいの。食べ物なんだけど全然そんな味しない。わかる。味の食レポお願いします。一見辛そうに見えて辛くないんだよね。そうそうそう、なんかとんがりコーンに似てる。形もそうだし、こういう感じ。なんか食感とかも後味。札幌ポテト。で、バーベキュー味。うん、味をちょっと忘れちゃいます。オーザックザック、はい、結構この商品名見ないとわかんないかも。何味でしょ。何味です。はい、バーベキュー。ブー、薄塩。おお、何？三角のオレンジってさ、もうナチョスしかない。まあそのそれだけで、あ、お腹すいた、それ食べようっていうのはない。ご飯系。あ、はい。あ、ご飯系の味。はい、おにぎりせんべい。何？今、ね、味わっててんの。キムチ。いい線いってる。あるやん。何が？たらこ。惜しい。たらこバター。ブー。欲しいよ。じゃがりこ。ブー。なんで？味だよ、味だよ。明太子。正解！明太子か。明太子味。なんかの明太子味です。ポテトチップス。本物見せちゃう。うん。はい。え、なにこれ？え、食べたことない、私。見たことない、これ。初めて。じゃあ、わかんないです。最初の文字。ポ。ポッキー、ポロッキー。ないなー。わかんない。ギブですか。ギブ。むずいこれ。正解はこちら、ポリンキー。ポリンキーでした。おいしいよね、これ。え、おいしいけど初めて聞いた。初めて食べる。初めて食べる。なんかあれみたいだね、うまい棒のさ。あ、明太子味。似てる似てる似てる。2問目。はい、これは簡単かも。え、食べたことある。ある。かわいい。グミ。落としない。はい、はい、マシュマロ。ブー。なんか一口でいけないかな。そんな大きいの。うん、こんなに。そんなに一口で入った。ココミちゃん。はい、うん、はい、地球グミ。やってない。ブー。なんか中に入ってんのかなって思ったら入ってなくて、喉乾く。マシュマロ。マシュマロでしょ。すごい、あのパサパサして飲み込むのに時間かかった。甘い、うん、甘いマシュマロ。柔らかい。柔らかい。中に入ってるものもある。マシュマロ。あー、いらん。いろんな、あ、茶色。茶色？いろいろな形があることもある。年にどうだろう。3回か4回くらい。それぐらいだね。そんな食べないんだ。あったら必ず買うと思う。一般的なのはなんかこういう感じ。丸長みたいな。丸長？丸長？あ、わかった。はい。ね、わかった。あのあれ、なんだったっけ？いいよ。あのカルパス？ブー。あー、違う。それは違うな。何？すごい形のはある。はい、チョコケーキ。ブ。チョコ。ちょっと近いな。そういう分類。一見いっぱい入ってそうに見えて食べ出すとすぐなくなる。はい、麦チョコ。ブー。チョコじゃない。チョコじゃない。喉乾く。でもお茶とは合わない。ジュースも合わない。お茶とかはそこら辺のなんか麦茶ではないようなお茶ですかね。大ヒントね、セイラ
好きな形豆よね。うん、うん、私が大好きな形豆はいはい、ベビーカステラ正解。おーよっしゃおめでとう、ありがとう。こちらは1つカステラになってます。こちらです。やったー、いただきます。うわー、あー、なんか言えば分かってくれるのかな。カバでした。分かんないよ。いや、麦茶に合うやん、これ。絶対合わないんだけど。飲めるやん。合わなくない？これレモンスカッシュに合うと思う。紅茶じゃない？うん、紅茶だね。だよね。うん、次早くな次はこちらになってます。こういう感じ。うん、あ、グミ。あの、一回しか食べたことない。グミすごい匂うね。何味ですか？ラムネ。うん、今回初めて食べた。まんまって感じ。グミグミグミ。柔らかくもないし硬くもない。え、ソーベリー。惜しい惜しい。ここら辺。ブルーベリー。ブ、商品名を当ててほしい。え、これすごいストレートなんですよ。これすごいなんか可愛いので。ああ、黄色の形してるね。あ、すごい匂う。あ、うん、あ、うわあ全然わかんない。何味か？あ、何味か、いちごでしょ？いちご？ストロベリー。はい、いちごいちごじゃん。いちごミルク。はい、商品名どうぞ。はい、商品名どうぞ。いちごミルクグミ。そう、あの商品名見ただけじゃ、うん、あの味がわからない。あ、商品名はまずいちごが作ったこと。え、今の話聞いてた？甘い恋。何え、商品名見ただけじゃ甘いとかもわかんない。あ、シンプル。ハワチーグミ。うわかる。何のお菓子の類かはわかる。一瞬でわかる。だって言ってんだね。これはグミです。惜しい。これはグミです。惜しい。私の名前はグミ。長くない、そんなに。はい、名前はグミ。はい、私はグミ。私はグミ。これはグミ。これはグミ。グミです。惜しいね。かなりいい線きた。グミだよ。優しく、柔らかく。え？正解？正解！何？グミだよ。グミだよ。おこちらです。初めて見る。ええー、かわいいでしょ。かわいい。あの、ココミちゃんの食レポはどうでしたか？うん、ちょっと難しかったかな。でもこれは良かったと思います。どれ？今思えば、はぁ、なるほどなるほど。え、これは？これはそもそも商品もわかんないけど。今日のところはこの辺で。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。Twitter、インスタ、TikTok のフォローと LINE の追加もよろしくね。バイバーイ。